出発です。今回はね、フットサル の、 あのゴレイロキーパーにね仕込んでいきたいと思います。あのね、ちょっと後ろに乗ってるんですけど後で紹介しますでね、今日ロケ地仕込む場所なんですけど少しね、はい、あの遠い、そうね、少しっていうかまあまあ遠い、まあまあ遠い場所まで行くんで道中も映像に残していきたいと思います。高速乗っていきます。今流行りの ETC ですね。流行りの ETC、 今流行りじゃないかチャロン、はい、透明通ったらね、海老名は欠かせないですね。いやもうね、マストでしょ。なんか美味しいサービスエリアっぽいの食べましょう。あと何キロ？17キロです。17キロです。もう一瞬だ、17キロ。はい、ってことで海老名サービスエリアに向かいます。海老名サービスエリアなんですけど、あのジャイアントカズキが追い越し車線でね、あの普通にスルーしました。なんかジャンクションを見てたというね言い訳をしておりますが非常に残念です。とても。なので足柄サービスエリアに向かいたいと思います。ごめんなさい。すごいな、急にモリモリしくなってきた。モリモリしくないか、モリモリしいね。いや、すげえ茂ってんね。ちょっとなんか夏感じるね、少し。初夏ですね、初夏。初夏の陽気で、ね、初夏、初夏です。カットしよう。はい、足柄700、はい、降りますよ。もうね、左の人いるから足柄降りますかね、うん、降りますよ、降りますよ。これでは左に行ってけんかな。あのバイクについてけば、うん、オッケーオッケー、はい、足柄、足柄にイン、イン。ちょうどなんかあの辺に止めたいね。でもそこ激戦区っすよ。でもね、ジャイアント止めるんだよ。うおー、おー、うわー、このね、なんかないと見せかけてひょこって出て、あ、あらららら、あったあったあった、イン。ジャイアントトイレ行く、トイレ待ちです。ジャイアントカズキ、あのおしっこかと思ったらまさかの大きい方でした。足柄サービスエリア出発です。ただ代弁を待つっていう時間だけでしたけども。左方向出口です。その先分岐を左方向です。高速降りてもう山の中に入っていく感じ。もうこの辺りからどこのグランドに行くか分かる人は分かるかな。多分ね、分かると思うよ。うん、御殿場でっつって。はい、到着です。雄大な自然よ。ネイチャーを感じるね。見て、もうサッカーグラウンドがあるよ。三脚持ってた方がいいですよね。あ、そうだね。早速フットサルのゴレイロに仕込んでいきたいと思います。ちょっと今ジャイアントカズキがあのバスケット選手に、ね、あの目覚めたんですけど、ちょっとシュートの腕前を見てみましょう。スリーポイント、スリーポイントの方が簡単とか。ひどいわ。車の中でちょっと紹介したんですけど、改めてもう一回紹介したいと思います。今回は低弾道パントキックをフットサルのゴレイロに仕込んでいきたいと思います。この方です。ドン。はい、大学4年で、フットサルのゴレイロやってます。ゲンちゃんです。お願いします。お願いします。お願いします。ゴレイロって響きがかっこいいですね。ゴレイロ、俺ゴレイロ、俺ゴレイロ、俺ゴレイロやってるよっていう。はい、はい、では仕込んでいきましょう。お願いします。お願いします。昨日のね、ちょっとはい、肩痛めちゃった。あら、肩負傷中です。仕込む前に定番のフォームチェックいきたいと思います。今回はね、使うのがね、サッカーボールじゃなくてフットサルボール、フットサルボールなんでちょっと重めの小さめですね。だからちょっとね、蹴り方もほとんど一緒だと思うんだけど、多分ちょっと違う感じなのかな。それも調整しながらじゃあ、うん、いきましょうか。と思います。フォームチェック、これ濡らした方がいいかもね。ちょっと濡らすわ。ちょっと軸足がね、今回いつもと違って体育館なんで、ね、ああ、ティッシュ濡らして足の裏に塗り塗りタイム。はい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 。ああ、あそこに入ったら面白かった。おお。今の綺麗。ケンちゃんのキックのところで、多分その距離があって速さも出すとなると、蹴り足から軸足行くところの、やっぱこの距離が出ることで、はい、パワーがすごい出やすい、はい、その場でコンパクトにやるというよりかは、はい、ちょっと前の方に出て、はい、やってあげるというか、はい、で右足をちょっとまあ赤線の前に置きましょう。で、ここのキックの中に、はい、
入ってってみます。わかりました。はい。そしたら最初この今スタンディングのポジションになったら左足に体重乗せるのと、はい、右肩を気持ち後ろに、もしかすると左の胸をちょっと前に持ってるんですけど、体重を乗っけて少しひねりをいきましょう。で蹴るときに入ってるときにこっちの左手の方を少し開いてあげる。わかりました。左手もちょっと、左手もちょっと、はい。ちょっとこれ持ってないですね。持ち上げて、右足で、そうですね。左手は結構こっち側に引いちゃって、はい、バランス取れたんです。わかりました。おっぱぴちょっと映像を撮って、そうでしょう、はい。いや、iPhone 便利ですね。うん、iPhone めっちゃ便利。ちょっと横からまず。手の位置は良くて、はい、足が結構こう上からこうやって振り下ろされたんですけど、はい、イメージとしては左足が刺さったこの時に、はい、もうちょっとここが膝が上に上がっててこういう軌道で振りたいです、うんうん、はい、これだと振り下ろしちゃってるので回転はかかるんですけど、はい、距離を出すにはちょっとこうパワーが下にかかっちゃうの で、はい、もうちょっと水平に振るイメージがいいですね。そうですね。でその時に体勢崩れるじゃないですか、はい、崩れる時にバランスを取ってあげて、はい、であとなんかこのねじりの時にここの手が回ってくるので、はい、上半身がねじれて下半身、はい、ここ一連の流れでした、はい、バンバンじゃなくてバーンですね。ちょっとイメージなんですけど、はい、分かりました。上半身をひねっていってあげて下半身がついてくるイメージなので、はい、足で転向してこの足だけで当てようとすると、はい、ここのねじれが使えなくなっちゃうので、はい、こっちを持ってきたから足が回ってくるっていう感じで、はい、あ、惜しい。もうちょっと腰回ってくるというか足じゃなくて上半身のターンだけでイメージこうです。上で、はい、足、はい、あ、そうそうそう、今もちょっと下半身のねじりを使ってなくて、うわ、そう上半、あ、そうそうそう、上半身のねじりで下半身がバッバッなんですけど、じゃなくてこのこれと同じでなるべくバッ回ってきます。今だと、はい、上半身がこの状態で残ったんですけど、はい、このまま抜けたという、はい、この回転の力を伝えたままいけますよね、はい、だけどこれ止めちゃうとここだけ確かここを使って、はい、そうです。短い紐に重りがついてると、はい、長い紐に重りがついてると、はい、短いところだと全然いかないです、はい、でも長いやつだとここがピュッてくるじゃないですか。ここが短いとここやっぱり短いからここが伸びることでここから来るので、はい、パワーが分かりました。でもだいぶ触れるようになりました。上半身の連動は最高です。あと足です、はい、ちょっと今水入れて、次実際ボール使って蹴っていきたいと思います。フットサルボールね、結構重いんだよね、バウンドしないし。おお、でも軌道が明らかに変わってる。帰りまーす。見て、そうだ、イニシャル D じゃない、イニシャル D。 あ、そう、知らないわ。知ってる人は多分ね、うお、うめえ。イニシャル D ニッチなところには響いてんですね、このいや、響いてる、イニシャル D。 いや、めっちゃうまいよ。
ナイキショップを探すジャイアント。夢の大橋渡って。ああ、夢の大橋渡ってナイキ？これが夢の大橋。そうだよ。そんなシステムある？じゃあ入れないってこと？入場券を持ってないとなんか入れなくて、しかも本日の枚数が配布は終了しました。ということは、はい、今すぐ帰れということで。アディダス一応見に行く。アディダス行きましょう。全身ナイキでアディダス行くっていう。いや、こうなったらもうアディダス行くしかない。ってことで目的のナイキは一瞬で終わりました。アディダスを後にします。クレイジークレープス2番と4番28クレイジー超クレイジーじゃん。、はい、来ましたクレイジーYeah. はい、これから初めてインスタライブじゃなくて YouTube ライブ、YouTube ライブに挑戦しようと思っているので、ちょっとそわそわしております。今回の動画はこれでおしまいになります。フットサルのゴレイロにファントキックを仕込んでみた。お疲れ様です。チャオ。